はい、願情報ギフトは皆様からご寄付をいただいて、私ども国立がん研究センターで作成してます科学的根拠に基づいた確かながん情報を、掲載しましたがんの冊子、それを全国の公共図書館に届けさせていただく、企画とプロジェクトとなっております。図書館ですので、まだ診断されてないがんと診断されてない方々も普段の生活の中でそういう確かな情報に接していただきたいという気持ちで、今までは病院までしか届いてなかったものをさらに生活の場に近い図書館に届けるということで進めさせていただいております。目線を医療者側 の本というよりも冊子というよりも一般の人が見て分かりやすい、安心して見られるなと、読めるなというような風にできたらいいなということで査読を心がけたつもりです。私今愛知県に住んでるんですが、15の図書館に寄贈をいただいてまして、全て自分の足でどんな感じかな思って見てまいりました。図書館の方にもかなり見やすいように窓側のところに立てかけていただいたり、医療情報コーナーとして貼り付けていただいたり、図書館というのは気軽に行けるということとともに、やっぱり学びの拠点から情報の地域の発信拠点でもありますので、知ってもらえたら嬉しいなということで、私も改めてもっともっと知ってもらえて、もっともっと一緒に頑張っていきたいなというふうに思った次第です。がん情報ギフトを手に持ってカウンターに来られて、でこれ持って帰ってもいいのかなって聞かれて、どうぞどうぞって言いますと、こういうのすごく助かるんだよね、すごく簡単に簡潔に書いてくれてるから読みやすくて本当に理解しやすいんだよねっていう声を、いただいております。やはりがん情報を提供するにあたってやっぱり幅が出ます。まして国立がん研究センターさん発行物ですから、図書館としても利用者の方に自信を持って信頼できるがん情報を提供できるので大変役に立っております。西之島町にはがん診療連携拠点病院というのがありませんので、がん情報を得るという場合には病院かネットというふうになるんですけども、その病院には聞くためだけに行きづらいだとか、ネットは正しい情報がどれかわからないっていうこともありますので、がん情報ギフトっていうのが身近な図書館である医科屋にあるということが町民さんにとってとても安心できることかなと思います。直接がん相談支援センターを訪ねて来られたっていう方もいらっしゃいますし、あと電話相談の方に図書館で、がんの情報を見てそこに書いてあったので調べて電話しましたっていう方もいらっしゃいます。一番暮らしの身近にあるがん情報の素敵な扉なのかなというふうに思っています。知りたいことにまず目について、そこから入るっていう本当に入りやすい入り口だと思いますし、もっと知りたい、もっと具体的に知りたいということであれば、がん情報サービスサポートセンターや各がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターにもアクセスできる、そういう素敵な身近にある入り口ではないかと思っています。このがん情報ギフトが単に情報を伝える、届ける、本を届けるというだけではなくて、そこからさまざまな活動が広がっているところが素晴らしいなというふうに思っています。地域の中にいる多様な人たちに合わせた情報、例えば、外国にルーツを持つ大人だったり子どもだったり、そういった人たちに合わせた情報というものを届けていけるといいのではないかなというふうに思っています。はい、皆様の多大なご協力によりまして、今までに711巻まで届けさせていただくことができました。ただ、711巻でもまだまだですね、日本全国見ますと、確かな情報が届いてない地域もあると思います。なのでこれからは特に、拠点病院などのない地域を中心に情報を届けたいと考えております。さらにですね、単に冊子情報を届けるだけではございません。
線でその情報を届けた図書館を、まあ、ハブとして近くの拠点病院であった拠点病院の相談支援センターであったり、あるいは近くの保健センターなどと連携していただいて、がん情報コーナー、健康情報コーナーなどを作って地域の方に、確かな情報を届けていただきたいと思います。今ネット上では大変残念なことですけど、確かでない情報なども溢れています。で、学校ではがん教育が始まっております。子どもたちががんのことを勉強するために図書館に調べに来て、そこでやはり確かな情報で勉強していただきたいと思います。2023年からスタートしました第4期のがん対策推進基本計画という国の計画がございます。そちらでは誰一人取り残さないがん対策ということが全体目標となっております。なので、このどこに住んでいても確かながん情報に接することができるということで、誰一人取り残さないがん対策のためにこのがん情報ギフト、ぜひ皆様の地域に情報を届けてまいりたいと考えております。引き続きよろしくお願いいたします。